ニコライ・ミハイロフは、ブルガリアの首都、ソフィア出身のサッカー選手。キプロスファーストディビジョンオモニア・ニコシア所属。ブルガリア代表である。ポジションはゴールキーパー。PFC レフスキソフィアブルガリアの PFC レフスキ、ソフィアの株組織を経て、アージオセールとの UEFA カップ2005から6.1回戦で17歳にして、デビューを果たした。 しかし、その後は、UEFA チャンピオンズリーグ2006から07、グループリーグのベルダーブレーメン戦に代表されるように、低調なプレーに終始し、サポーターたちは、親の七光でポジションを得ているとして、彼を非難した。リバプール FC2007 年6月には、イタリアセリエへの悪フフィオレンティーナとの交渉が、大詰めに達したが、 2007年6月27日、アクフ・フィオレンティーナではなくイングランドプレミアリーグのリバプール FC と3年契約を結んだ。ソフィア空港にて当面は、ホセマヌエル・レーナとシャルル・イタンジュの控えとして考えられていたが、7月14日までにイギリスの労働許可証を取得できない可能性があることが判明し、最終的にオランダ・エール・ディビジの FC、 トゥーエンテや一年間の契約で、レンタル移籍した。サンデル・ボス・フケルとセース・パーウェイの控えを務め、全く試合に出場できない時期が続いたが、FC トゥーエンテは、彼の才能を認めており、2008年夏に、レンタル期間を一年延長した。FC トゥーエンテ、FC トゥーエンテでのミハイロフ2008年8月27日に、 エミレーツスタジアムでの UEFA チャンピオンズリーグ2008から09予選アーセナル FC との第2戦で初出場を果たし8月30日のローダ JC 戦でリーグ戦デビューを飾った2009年3月14日のビレムズ戦でリーグ戦2度目の出場機会を与えられるとフル出場して無失点勝利に貢献した7月29日の UEFA チャンピオンズリーグ予選のスポルティング CP との第一戦では、先発出場したボスフケルが27分に退場処分を受けたため、ケネスペレスと代わって急遽試合に出場すると、ジョアン・モーティーニョのペナルティーキックを止めたり鍵となるセーブを幾度も見せるなど活躍し、無失点で試合終了を迎えた。第二戦では、フル出場したが、同点ゴールを許し、 アウェーゴール差により敗退が決まった。限られた出場機会ながらも活躍が認められ、2010年2月5日に移籍金150万ポンドで FC2 エンテと3年契約を結んで完全移籍した。2010から11シーズンはレギュラーの座をダッシュし、クラブ創設以来初出場となった UEFA チャンピオンズリーグ2010から11では、 pk を止めるなどの活躍を見せた。グループリーグのベルダーブレーメン戦では、レフスキソフィア時代に新酸を舐め、ブルガリアメディアからは悪夢と評されていたのを振り払うような、働きぶりで試合を引き分けに持ち込み、2試合合計で1点しか許さなかった。最終的に、グループリーグで首位にトッテナムホットスパー FC、2位に、 前年度覇者のインテル・ミラノとなり、f c 2エンテは3位になったことで、UEFA ヨーロッパリーグ2010から11、決勝トーナメントの出場権を得た。ロシア一部の FC ルビン火山や FC ゼニト、サンクトペテルブルクを下したが、準々決勝で、ビジャレアル CF に敗れた。2011年12月23日に、ソフィアで行われたブルガリア年間最優秀。 選手賞の受賞式で、スティリアン・ペトロフを2位、ティミタール・ベルバトフを3位に抑えて最優秀選手に、輝いた。なお、GK としては、父親のボリスラフ・ミハイロフ以来の受賞だった。エラス・ベローナ FC2013 年8月6日に、イタリアセリエ A のエラス・ベローナと契約。背番号は31に決定し、将来の移籍の際に移籍金20%が、 トゥーエンテに支払われる。1シーズンの在籍でリーグ戦出場の機会は得られなかった。メルスイン・ウドマンユルド2014年9月1日 TFF1 リーグのメルスイン・ウドマンユルドに移籍することが発表された。オモニア・ニコシア2017年12月キプロスファーストディビジョンのオモニア・ニコシアにシーズン終了までの契約で移籍した。2006年5月に キリンカップサッカーに臨むブルガリア代表に招集され、5月11日に神戸で行われたスコットランド戦でデビューしたが、5失点を喫して大敗した。2009年8月12日にラトビアとの親善試合で2キャップ目を刻むと、後半にはビターリースアスタフィエフスが放った危険なシュートを防ぎ、フル出場して1から0で勝利した。 2009年10月10日に 2010FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選のキープロス戦で負傷したディミパール、イワンコフに代わり3キャップ目を記録。以降で、政治系を務めるも、2010ワットハイ予選、UEFA ユーロ2012予選と敗退し、本大会出場を逃した。父親のボリスラフ・ミハイロフは、ブルガリア代表として、 初めて通算出場数百試合を達成したゴールキーパーであり、ブルガリアサッカー連合の会長を務めている。また、祖父のビセルミハイロフもやはり、1960年代にブルガリア代表のゴールキーパーとしてプレーしたサッカー選手である。ありがとうございます。